こんにちは、おりんです。今日はですね、これ関係ないんですけどもダイソーさんで新しい糸購入してきました。はい、最初に普通の糸ですね。レースヤーンですね。もう普通のカラーナンバー389番なんで、そんなに目新しい糸ではない糸なんですけども、ブラックシルバーレース糸ラメのブラックシルバーという糸ですね。ちょっと開けてみましょうか。よいしょ。どこだどこだっていうか別にいいか。はい、あれキラキラな糸と、あと黒い糸を引き揃えて、長方形のバッグを、ペタンコのバッグをね、編もうと思っています。はいちょっと動画にするかどうかわかんないんですけどね。まあ、あの入学式とか持って行かれる方いらっしゃるかな。まあいいや続きまして、こちらですね、またレース糸ですね。レース糸ミックスカラー、かわいい、この色がかわいくって買ってきました。はい、あ、さっきもなんかあんまり細かいこと言ってないんですけど、同じでですね、綿が 100% ですね。先ほどのものも綿 100% なんですけども、20g 入り 80m 入ってます。レース針の、0号から6号までですね。カラーナンバー790番のミックスカラーということで、春らしい、いい色ですね。これをね、何玉か買ってきたので、これも多分バッグにしようと目論んでいます。ピンク あのリサイクルコットンとかと引き揃えて編むかなと思います。ピンクか白ですね。はい、救急車来ました。こちら、はい、続きましてこちら、華やかな光沢糸ルミナスシャインピンク。これね、6色ぐらいありまして、ピンクとグリーンしか余ってなかったのでピンク買ってきました。ピンクも3玉しかなかったんで3玉買いました。材質はポリエステル 100% です。 25g 入りの 93m になってます。はい、使用針 3mm から 4mm。 おっとこれで編めますねで、カラーナンバーが LU5、 ルミナスのルですね、もうキラキラなんでちょっと取れないんですけど、あ、取れましたね。はっ、よいしょお、へえ、あ、こういう感じですね。ですけどもこれちょっとあの棒針で編んでみますか。はい、ではちょっとだけ編んでみたんですけども、これね、くせ者ですね。硬いのは硬いんですよ。もうあのウェアとかも肌に当たるのはちょっとあれですね。こんな感じなんですけどね
んでるとこんな感じでクルンクルンって、うん、私の編み方が悪いのかな、なんかこんな感じでくるくるなっちゃうんですよね。ちょっと癖もんですね。あの麻ひもバッグとかと引き揃えて編むとかかなって思いますね。なんかかぎ針でみっちりこう細編みの模様編みで、うーん、がっちりしたもの、まあ、例えばポーチとかそういうものに使うとこのキラキラなので子供は喜ぶかもしれない。出箱とか作ってあげるといいかもっていう感じの糸ですね。もうあのもはや、うん、毛糸ではありませんね。ビニール紐に近いですね、編んでる感じとしては、うん、ね。ああなるほど、まあこんな感じ。そんな感じでした。こちら刺繍糸ですね、パステルカラー、それぞれ約8メーターずつ入っているっていう刺繍糸なんですけども、でこれであのカメラのストラップ編もうかなと思って買ってきました。あもうかぎ針編みですね。あ刺繍しようと思って買ったんじゃないですね。刺繍とかあのやってみたことあるんですけど、うん、ちょっとね難しいですね。はい、こんな感じのものを買ってきて、またカメラのストラップ作る動画あげたいと思います。で、こちらはセリアで購入してきたメルフィムソックギャーになります。新色だと思います。新色って言っても1ヶ月2ヶ月ぐらい経つかな。カラーナンバー14番ですね。約 35g 入りの約5メーター入っています。かぎ針だと4号から5号ですね。色の変化が楽しい可愛い糸になっているので、また何か小物を編みたいなと思います。続きましてダイソーさんで購入してきたリユース帽子になります、ね、なんかすごく綺麗な色で、まあ、これだけだと買わなかったかもしれないんですけど、実は同じ糸があって2個買えたので買ってきました。すっごく細い糸になるので、こんな感じ、これと引き揃えようかなと思って、ショールかなんか編めたらいいかなと思って購入してきました。どちらも 65g 入りになります。これはまあ一期一会の糸になるん で今回行ったお店ですごくたくさん種類があったので、いろんな糸、いろんな色ありました。春夏っぽいんでいいかなと思います。また編みたいと思います。こちら最後になります。リサイクルコットンの新色ですね。ここからちょっと今日アングルでカメラのアングルいつもと違って、22年のものなので新色になるんですけども、多分ソフトブラウンとネイビーブルーですね。こちらが RE8 番で、こちらが RE9 番。これの他にコーラルピンクっていうのがありましたね。で、あとまあ前回の RE5 番以前の番号のものも店頭に並んでいました。
コットン 100% の糸になりますね。50g 入りの 120m で、私のコットン糸コスパ最強だと思っている糸になりますね。以上が、今回の追加購入品になります。このコットン糸とかね、このレースヤーンとかはまあ小物に使おうかなと思います。動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひぜひよろしくお願いします。オリンでした。さよなら、バイバイ。